い、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うコンセプトに、ママが笑え、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私のテイストでお届けしている30分番組です。私のターンでございますが、はい、まあ、あのインスタの話しようかなと思っております。まあ、よくね、あの、最近そのやっぱり DM が大切っていう話、DM、はい、うん、そうそう、もうね、今年2024年はもう順番的に DM、うん、ストーリーズ、リール、フィード投稿っていうこの順番で重要性が高いよっていうのはもう、アダム・モッセーリさんっていうインスタの、まあ、最高責任者 CEO が、あのライブで前に言ってたので、自分で言い張るんですね。あの今回のっていうか、まあ、いつからこの人がなってるのか分かんないんだけど、ライブをよく、インスタライブをよくされるんですよ。本人が CEO、 こんな眼鏡かけた方が。で、私も残念ながら英語分からないので、うんうん、一応フォローはしてるんだけど、うんうん、あの英語分からないんだけど、はいはい、まあ、やっぱりもういろんな方がそのすぐに英訳をしてくださって、でそれ読めば、まあ、そういうふうに言ってたよって思って、これも今日でも去年の話かな。でもつい最近もまた、5月の初めか4月の終わりぐらいにまたあのやられてて、まあ、そこでもこういう風になってるよっていうのは話はしてたんですけど、なのでね、そのあれ何の話してたっけ、どうして何が重要かを自ら言うてくれる、本当にマジで言うてくれるね、うん、そういうの、うん、なんか それそういう風にしたらいいよとか、その質問にも答えてくれるの。あの普通にほらインスタ の、 あのストーリーズでさ、質問ボックスとかやるやん、はいはい、それにちゃんと質問ボックス作ってくれて、何でもいいよみたいな感じで、でそれにちゃんと質問に答えてもくれるわけよ。言うたお手本ですね、こうやって使いやみたいな。いや本当にそうだと思う。そんな感じでちゃんとそのやり取りもしてくれてる人なのね。で、まあ、もちろんだからそうやってその DM が大事だっていうのを、うん、まあ、本人も言ってるし、で私らもそうなんだと思って、今そうやってほらね、質問ボックスをやったりとか、まあ、いろいろ他のスタンプやったりとかしてるんだけど、やっぱ質問ボックスをした時に、まあ、何個か質問をもらったりとか、はい、あ、まあ、それに関してご本人に返しをしたりとか、うん、まあ、あとはそのまたそれを質問の答えをストーリーズにアップしたりとかして、うんうんうん、まあ、答えてはいるんだけど、まあ、あのなかなかあの24時間で消えてしまうから、まあ、そのあ、そうか、なんか質問ボックスがあったんだけど、それ見逃し、あのしようと思ったらもう切れちゃってたので、うんうん、ちょっと今質問させてもらっていいですかってまた別の DM が来たりとかしたりはしてるので、うんうんうん、まあ、ちょっとそのあたりの、今までに質問がいただいたこと、質問いただいたことについてちょっとお答えしようかなと、はい、思っております。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。ちょっとね、アカウントが多すぎてですね、どのアカウントにどの質問もらったかちょっと、はいはい、あとプラスあの Facebook もあるのでちょっと覚えてないのでね、まあ、今思いつくやつをちょっとね話しますね、はい。で、まあ、やっぱりよくあるのが、うん、ストーリーズに何を書いていいのかが分かりませんとか、うんうん、あと、まあ、そのね、ストーリーズが大切って言われたので、例えばそれでそのそういうあの質問ボックスだったりとか、うんうん、あとアンケートだったりとか、ね、アンケートのがあるから、うん、そういうのに、書くけど、あ、そういうのを使ってストーリーズを上げるんだけども、そのなかなかあのそのそれに対して答えをもらえませんと。返事、だから例えば質問、うんうん、はい、何でもいいから質問、くださいっつってバンって質問ボックス上げました。24時間待っても来ないと、質問が来ないというのもよく聞くので、これって意味あるんですかみたいな。何聞いていいか分からんのかな。あ、それもあるね、うんうん、まあ、結局てかそこなんだよね、うんうん、その今まで全く質問ボックスとかやってこなかった人が急に何か質問ありますかって言ったって、うん、えってなるじゃん。何聞いていいか分からん、分からんよね。そう、うんうん、何聞いていいか分からないわけよねっていうのもあるから、もう確実に、まあ、まずはその何について質問ありますか。もうもちろんさ、だってそのインスタのアカウント持ってるってことは、一応それの専門家として発信をしてるはずじゃん、うんうん、まあ、投稿がそうなってるかどうか定かじゃないけど、うん、でもまあそうな、あるね、言ってる自分の得意としたり、自分がそうやって売っているものの専門家なんだから、うん、はい、じゃあそれについてって、
まあ、例えば私とかだったら動画編集で困ったことありませんかってとか、動画編集でその質問ありませんかっていう風に聞きやすいですね。聞いてくれたら、うん、まあまあもっと答えが来ると思うんで、ね、そうですね。そう、まあ、それはもうあの DM を送るっていうこと自体がやっぱりハードル高いわけよね、うんうん、普通にそのただフォローしてて、フォロー、まあ、いいなと思って、このアカウントいいなと思ってフォローはした、うん、でまあじゃあストーリーズ見てたら質問くださいって言われた、うん、でも そのそこにでいろんな質その何こう悩みとかはあるけど、そこに DM を送るって、うん、まあなかなかそのハードルが高い、そのハードルをちょっとでも下げてあげられる、ストーリーズやったらそこに書いたらいいからよね、うん、そうそうそう、それが DM 送ったことになるから、ね、だそうそうそう、そうなんだけど、うんうん、それはもう知ってる人はそうなんだけども、うんうん、例えばそれそのもともとその DM になるからそうやって質問箱を送るんだけど、うん、質問箱で質問くださいって言ったってさ、やっぱりその何聞いたらいいかほんま分からんと、そう分かんないし、え本当に質問私とかこんな質問していいのとかあるじゃん、まあ、例えばその、うんうん、例えばケイちゃんにはなかったかケイちゃんにはなかったか、何聞いていいか分からへんっていうのは、まあ、私は往々にしてあるんで、ある何聞いていいか分からへんっていうのはめちゃくちゃあります、うん、でもさ、例えばさ、そのほら、まあ、ケイちゃんが、うん、まあまあ、例えば尊敬するとか、こういう人を尊敬、うん、こういうのを何そのに私もこういう風になりたいなって、うん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 、まあ、アカウント上でね、なりたいなと思った時に、はい、それからじゃあこれについて質問くださいって言っても、うん、もし質問があったとしてもちょっと気が引けるとかないのかな、なそうはないな、ないか聞くのはね、のえこの人に聞いていいのって、だって聞いていいよって言ってるから聞いていいやろごめんごめん聞いたかのでも何聞いていいかわからへんっていうのはあるかなって、そういうことね、そういうことね、そっちがね、そう、そっちタイプ、まあ、あの一般的に言うとマジでえこんなこと聞いていいんかなって思うっていうのあるわけよ、それもあるわけよ、聞いていい言うてんのに、うん、そうなんや、まあ、例えば、まあ、その私ごときが聞いていいのかなも一つあるし、うん、えこんな質問したら恥ずかしい、まあ、だから出家初歩的な質問、いや別にいいのよ、こっち側としては別に全然初歩的な質問してもらってもいいんだけども、あこんな初歩的な質問しちゃあれかなとかって思うか、結局アカウントが分かるじゃん、うんうん、あ誰が送ってきたからね、そうそうそうっていうのもあると思うから、うん、まあ、そこもしにくい一つなんよ ね、まあ、まあそういうのじゃあ、 その例えばじゃあケイちゃんみたいに、いや何を質問していいかが分かりませんとか、うん、あとこんな質問言ったらあまりにも初歩すぎるかなって思ってる人が多くて質問が来ないのかなっていう予想がもしつくとすれば、うんうん、質問ください、ただ質問ボックスに、例えば私だったら動画編集ね、まあ、例えばブロとかのについて質問ください、うん、で例えばこんな質問ですよってが受け、ね、はあのがあると、まあ、答えやすいよ、ね、やすやす聞きやすいですね、そうそう、で例えばってこういうはず、でもちろんこの中のどれかでもいいですよとかから、うんうん、もうそれをそのまま書くのがいいっていうのもあるわけだから、優しいですね、そう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 、もう何、うんうん、何あの何でもいいよ、何でもいいが一番わからんっていうやつや、いやほんま何聞いていいかわからん、そうそう、うん、で本当になんかなんていうかな、まあ、マジで何でもいいでもいいんだけど、もうそれよりはやっぱそこにで読んでためになる、あなたをフォローし、その人をフォローしてるってことは何かの、うんうん、何かのためになると思ってフォローしてるわけだから、うんうん、ってことは何でもいいよじゃなくて、やっぱりその専門的にやってることについての、うんうん、質問だったりとか答えが出せる、うんうんうん、るストーリーズだったらさらに喜んでもらえる、ね、確かに確かに、うん、だって今日何食べた、あでそれこそアンケートとかで、まあ、あの今日何だと食べたと思いますか、うどんラーメンとかで、知らんがな、知らんがなでしょえそんな質問あんの、いや、まあ、そこまで極端なのはないにしてもそのなんかその質あのアンケートっていう機能がありますよってちょっと面白いな私何食べてるでしょうかっていう、まあまあそうね、アンケートってそういう、まあ、あの中にはそのまあなんていうの、あのインスタのねそういうコンサルさんとか、うんうん、まあ、有名な方の中には、うん、まあ、たまにそういうそのプライベートな話をするのもありですよって言ってる人もたまにいるから、でも、まあれはめちゃくちゃ有名な人たちがプライベートをあげたら、うん、それうわーってね、ちょっとうどん食べるよ、私は今日うどんだった一緒っていう可能性あるよね、あるよね、あるけど、まあ今は普通、まあ、普通の一般人が何食べたでしょうかって言ったって、まあどうでもよいなって話マジでマジで、そこまでそこまで極端じゃないんだけども、うん、でもよりはやっぱりその何かしらその人が発信しているネタで、うん、
あ、そうかって他の見てる他の人質問した以外の人もあ、うん、それ知れてよかったわって思うストーリーズである方が私はいいと思うから。なるほどなるほど。そうで結局みんなそのいや DM 大切だよでその DM のきっかけになるのはストーリーズだよだからストーリーズでこういうね、あの DM のきっかけになるようにあの質問ボックスやった方がいいよとか、うんうん、そのねアンケートをやった方がいいよって言ったら、うんうん、もういきなりそういう質問とかそういうアンケートをやってしまう方が多いのよ。私が一番返事をいただけた質問を何か言っていいですか。何何あの韓国ドラマのおすすめなのにものすげえ熱いよみんなあもうそれ見てみたいな一番盛り上がったね。なるほどね。私がこれを見ましたと見終わってもう次見るもんないねんけどおすすめ教えてって言ったらみんなめっちゃ教えてきっと、ね、それもだからまあいやケイちゃんのアカウントは、まあ、いやケイちゃんのファンが見てるわけだからでしかもさでもう見終わったんよっていうストーリーがあるじゃん、うん、なのにあの、まあ、誰とは言わんけどこのいきなりじゃなくちゃんとストーリーを持たせるっていうのも一つの手ではある。なるその全く何もない中で韓国ドラマ教えてって言ってもいやねえ何のことだって好みもわからんもんね。そうそうもうペントハウスロスですとあそういうドロドロ好きなやなってじゃあこれちゃうみたいなそういう、まあ、バックボーンもわかるやんあーけいちゃん好きそう好きそうみたいなさじゃあこれおすすめだよみたいなそういう言えばけいちゃんもよく言うやんストーリーがあるってそれがやっぱり相手方に伝わらない伝わったらやっぱ答えもしやすいじゃん。確かにそうですね、うん、丸投げで何も、うん、ノー情報ですすそう1枚目でさギャッてそれで来られたら、ね、ちょっと韓国教えてドラマ教えてって言われてもこれでちょっとおもんないやつとか書いたらそうなんよしょうもないやつとか思われちゃうってそれもある、まあまあそれもね、あるだろうしこんなん見てるって思われるのみたいなあるじゃんでもあケイちゃんがペントハウスだったらこれいけるわなるほどめっちゃわかりやすい、まあね、そういうのはあるので、まあ、使いようねその、うん、なかなか答えがあの答えというかな質問に対してのその質問が来ないんですと質問僕に対しての質問が来ないんですはそれはもう質問の仕方をやっぱりもうちょっと丁寧に優しく、うん、質問しやすい投げかけが必要と、ね、そういうことやっぱり例えばこんなやつっていうのはやっぱり絶対載せるべきだしあともし最初一個来たらもうすぐそれはあのまたストーリーズにあげるわけよこんな質問来ましたこの質問ボックスに対してこんな質問来ましたって言ったらあ本当に質問答えてくれるんだとかあそれストーリーで答えを返すそうそうそう、まあ、もちろんその個人にも返してもいいし、まあ、あとはそうやってその次のストーリーズでこんな質問が来ましたよってあげればあ本当に質問していいんだあ本当に質問答えてくれるんだあこんな質問でいいんだっていうなるほどです ねそういう多分さらに質問を、うん、まあ加速してもらえるじゃん。でまたそれこそ赤いマークがあのね輪っかがつくわけだからあ更新されてるっていうんで見てくれる可能性があるから。なるほど。必ずあの何人かにはあの質問したんですけど誰にも誰からも来ませんでした。であのいつの間にか20あで誰だかななんかあの質問来たんだけど24時間過ぎちゃってましたみたいな消えてもたよ、ね、来たけど来てそれに答えようと思ってたのにもう24時間過ぎちゃっててじゃあ質問も消えちゃう、ね、消えないんだけど、うん、そのくれたやつに対してすぐ答えなかったってあなるほどもったいなーって話だそれをすぐ答えてたら、まあ、あと23時間とか、まあ、20時間とかあるわけだから、うんうん、そこでまた質問が来る可能性は十分であるのに、うんうん、それが残っているかね問いかけがそうそうそう、まあ、別にそれ後から上げても全然構わないんだけどまたね来週やりますねみたいなっていうので、まあ、でそれはもうあの質問の仕方とかあとこう書き方とかをに工夫がそう工夫はもう絶対いるよねっていうことですね、うんなので頑張ってほしいなとなるほどなるほどでもその韓国のドラマ聞くのも確かに丸投げされたら、うん、この人の好みなんやろなってなって、うんうん、ちょっと言い出しづらいというのはあるかもしれないですね、うん、そうだけどちょっとそこの前にストーリーがあると、うん、なるほどな、うん、あけいちゃんはこれを見てもうでもNetflix見終わったんかとじゃあこれおすすめしてあげようかなみたいなさなるほどなっていうのが分かればねやっぱ出しやすいし、うん、聞きやすいなそうそうで、まあ、もしかしたらねいやネットフリックスじゃないんだけどこっちのこれ面白いよみたいななきにしもあらずなので確かにそういう答えやすい、うん、質問しやすい状況を作る質問しやすかったり答えやすい、うん、そうそうまあアンケートね、質問してあげる、うん、そうそうアンケート作るっていうことです、ね、あとクイズとかもね、うん、そのいやそのクイズ答えてなんか私に得ありますかみたいな
うどんか、そう、まあまあまあ、そうだね、焼きそばか、そうそう、どっちかな、いや、どっちでも S っていうクイズの人もいるし、うん、中にはクイズとアンケートがごっちゃになっちゃって、アンケートだと思って答えたらブーって間違いましたっていうバツって言われるとあるのよ。クイズっていうのはどう、うん、例えばどんな感じで出すんですか。いや、例えばそれこそ私がじゃあその2024年インスタグラムで最も重要度が高いのは何だと思いますか、1位 DM 2位ってなったとして、それはクイズなの、うんうんうん、クイズで、で DM のところがピンポン、 DM ってしたらピンポーンみたいな感じだよ、丸って、正解、正確、正解でも変わったら×って質問か、そう、うんうん、あるのがクイズっていうのがあって、もう一個アンケートっていうのがあって、うん、だから何、例えばどれがいいですかみたいな、うんうん、どれがいいですかって言った時、例えば1バナナ2、まあ、食べ物ばっかりだけどってなってた時に、うん、私はアンケートだ、私はもう本当にいろんな人のやつを見て、あ、まあ、答えられるなと思うやつは必ず答えてあげるようにしてるんだけど、うんうん、そうするとうわあ面白そうやなと思って答えてあげるやん、したら急にブーってくるアンケートちゃうんかいみたいなクイズかいクイズかいっていう、いや間違っとるんかこれみたいなでもその人の中ではクイズやったん、いやアンケートやと思うのよいやクイズならね、クイズ、いやそれ、ま、いや、ま、さ間違いとかないやろっていうさ、確かに質問のされ方をしてるわけだから、か、うんうんうん、何がいいですかって聞かれてんのにバナナって言ったらブーって言われるって二度と答えんって思う確かに確かに私とかはまあまだ、あ、間違ってるやんこの人って思うけど、それをまあ言えばクイズとアンケートの違いとかわからない人が初めてよ、勇気を出して答えたらブーって言われたってなったらもう二度と答えたくなくなるじゃん、間違ったーっつって、え、私なんか間違ったの、え、私バナナがいいからバナナって言っただけなんだけどなんでブーみたいな、もう二度と答えんって思うやん、あるいそうですね、あるいそうでしょ、なるほど、だって勇気、みんな勇気出すんだよあれ、 DM に答えるって、あ、 DM っていうかストーリーズに答えるって結構勇気が、うん、みんなあのもう慣れてる人はそうでもないけど、うん、勇気が必要な人たちはいるわけ、でもそういう人たちが答えてくれないと、いやアカウント的に質が上がらないわけだから、そういう人たちにどれだけ優しく質問を投げかけるかとか答えやすくしてあげるかっていうのはやっぱこっち側が ね、やらないと、まあ一面ばっかりよね返事してくれるの、ね、慣れとるね、そう慣れとる連中ばっかりになっちゃうから、そうじゃないんだよね、だからそこはちょっとあのもちろん勉強しよう、勉強してから、まあぜひ、で私は知ってる人だ、もし相手方が本当によく知ってる人だったらクイズかいっていう教えたらね、そうクイズかいってアンケートやと思ったやんかって言ったら、あ違うんだっていうのを、まあ、分かって間違ってましたって、そう分かってもらえるかなと思って、そういう風に語るのは優しい、いやもうだってもうせっかくやってるのにさもう二度とは答えたくないって思われるの嫌じゃん、確かにね、もうせっかくの書いてる方もそうだし答えた方もそうだけど、うんうん、まあねそういう確かに面白いです、であとまあそれはストーリーズなんだけども、うん、まあ、あとリールの最近ね、なんかそれこそ5月に入ってからその、あの CEO の方がインスタライブをやって、そのリールが今まではフォロワーさんに見られて、もちろん普通の投稿もそうだけど、うんうん、フォロワーさんに見られると見られて、まあ、それが、ね、いい評価が上がるとリールがもっと拡散するよって言われてたと、うんうんうん、私ここも違う、いやそれちゃうよなと思ってたんだけど、でこれからはリールはもうあの最初から外部にも露出しますよって、私も最初からが、まあ、それ別にああ最近変わった話だけど昔からそうだっただよねって思ってるんだけど、うんうんうん、まあ、リールがやっぱ大切っていうのは、うん、めちゃくちゃあのモスセイリさんも言ってるんですよ、アダムも、うん、アダムも、ね、どっちが言えばね、アダムも言ってることなので、うんうんうん、まあやっぱりもうこれから先でリールのというかな、リールのところの仕様変更もめちゃくちゃかかいろいろと、うん、あるので、まあそれもちろん、最近で言うと一番びっくりしたのはもう3分に伸びましたからね、長っ、うん、3分さ、まあだからつって3分みちみちやったら途中離脱が増えてしまうからあんま良くないかもしれないんだけど、うん、まあ、面白く作れる方もまあ3分みっちみっちで作ったらすごい拡散されるんだろうなと思うけど、うん、まあでもそれでも今までみたいに90秒でも1分ちょいぐらいのやつでしっかりと聞かす、なんていうかな、内容をしっかり分かってもらうような内容、うんうん、ね、だから3分だから私の知ってる人なんかもっと伸び、私のやつにはなんか15分まで伸びたっていう表示が出ましたっていう人もいたけども、なんかそれともなくなったみたいな、結構ねインスタって
こういう風になりましたよ、変わりましたって、うおすげーと思ってたら、あの誰も使わなかったら3日くらいシュンってなくなって、これはいらんと、あいらんのねっていう なくなったりとかするのもあるから、まあおそらくその 何十分っていうのはもうなくなったんだと思うんだけど、でも3分までは確実に伸びているから、まあだから最近そういうトークリールっていう、まあ言って聞かす系の言って聞かす系のやつね、まあやっぱり もしかしたら伸びる、伸びてうまくいく人たちもいるし、伸びてもんないなって途中でも飽きられる人たちっていうのがいると思うから、まあトークリール、まあトークリール、そもそもトークリールが得意不得意がねきっとあると思う、喋ってね、そう喋ってのやつね、私もあんまり得意、トークリールは得意じゃないから、もう私はどっちかって言ったらあのノウハウ系のやつで全部こうやってこうやってこうやってっていうやつでやっちゃうけど、まあ、でもやっぱりリール自体がやっぱ伸びやすいというか、まあ、さっきの重要度でもフィード投稿よりもリールの方が前に来てるってことはやっぱそういう、ね、やっぱリールいっちゃん見ると思うもん、うん、っていうのがやっぱり TikTok を意識してるのよね、うん、かなりインスタが、そうインスタがやっぱりそのショートムービーでそのやっぱ TikTok が今は一番、うん、あれだから、まあ、それに追いつけ追い越せでやっぱ動画っていうのにすごい力を入れてるんだと思うから、もうねでも TikTok すごいなと思ったのがちょっとインスタから離れますけど、うん、TikTok すごいなと思ったのが、私一回この間ね娘がねあの咳が止まらなく、咳が止まらなくて、うん、止まらなくて、うん、でまあ、たまたま見てた TikTok 見てたら TikTok にその咳を止める方法っていうのがあって、うんうん、なんか簡単に止まりますみたいなのがあったから、うんうん、おっと思って、まあ、一応いいねしたのよ、後から見てみんな押せるように、うんうんうん、いいねして、でまあもう閉じてしばらくしてたら、で次開けた時にめくれど咳を止める方法これに興味があるんですねって、いや一回いいね確かいいねはしたんだけど、うんうん、まあ、いいねして、まあ、全部を 見切ったわけよね、うんうん、その人の一本をその一本を見切ったわけよね、はいはい、それだけでもうアルゴリズム的にこの人は咳止めやなっていうずっと咳しとる人みたいなね、そうもうね、その後開けた時に、ね、うん、本当に咳の止め方がめっちゃ出てきたんよね、このアルゴリズムえぐいなと思って、まあでもインスタもおそらくそういう風に、まあ、なるんだろうな、まあ、でも確かに猫見とったら猫ばっかり出てくるよね、そう、うん、私だから今あのママラフアカウント猫ばっかりやってる最近あんまり高見くんも上げてないからっていうのあるけど、はい、猫ばっかりやってきてるから、まあだからリールもそうやって TikTok 目指せというのか、うん、まあ追いつき追い越せ、なるほどね、TikTok、 そう可処分時間っていうそのね、一人の個人の人が持ってる時間をどんだけ奪うかの奪い合いを今まあ、やってる途中だから、だからやっぱりリールも最初の3秒で面白いか面白くないかをもう判断、うんうんうん、3秒もないかな、もう 0. 点何秒かもしれない、そう、あ、おもんないおもんないっつって外れていくやん、うんうん、であとはその AI かっていう、あ、なるほど、ね、分かる人はね、分かる人、うん、でも AI だなと思ったらもうパッパってやっていっちゃうのもあるっていうのもあって、そう思ったら猫とかめっちゃ強いですよね、強い、うちの子太郎くんが生きてたらな、もうダンボでも出したんだけど、いやでもだからそこがね難しいとこで、うん、私がどんなに猫動画出したとてやな猫好きさんフォロワーにしたって私何にもならんのよね、ね、だからそれも今、あ、もう時間があれなのでまたあれですけどまた今度喋りますけど、そういうあの再生回数だけがいったって意味ないよっていうのも、うんうん、はい、めちゃめちゃありますので、ね、インスタ楽しいです、はい、エンディングはケイちゃんにからのお話をしていただきます。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材がすべて用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまですべて専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV であなたも番組 MC を始めてみませんか。大倉慶の望みを叶えるカラーメッセージ。どんどんどんパフパフパフ。はい。あの、うん、まあ、インスタで、うん、私見てるのってね、猫をジミンちゃん、うん、あと赤ちゃん、うん、なんですよ。うん、で、だからもうほんまそれ出てこんねんけど、それを見てる時の共通項って私すげーあるなって今思ったんですけど、猫も。どんな猫が好きかっていうと、うん、毛並みがめっちゃ薄い色なんですよ、うんうんうん、猫ちゃんって大体そうでしょ、薄い色、うん、淡い色、淡い色、淡い色でほわほわやんか、うんうんうん、
でジミンちゃんはホワホワなんです。それはそうなの。ホワホワなんですよ。お肌もホワホワなんですね。で空気もホワホワなんですね。で赤ちゃんってホワホワやんか。でそれをなぜゆえ好んで見てんのかなって思ったら、うんうん、ホワホワになりたいからでしょ。ホワホワな気分に、はあはあ、ってことはリラックスしたいんやなって思うんですよ、うんうん、でその3つに共通するのが淡さなんですよ。淡い淡い、うん、淡い色、うん、でこれは色と無理やり結びつけるとねリラックスする、うんうん、でさあみんな力抜いてくださいって言われても力抜かれへんやん、うんうんうん、でも力が抜ける色があるんですよ。それは肌に近い色なんですね、うん、肌に近いベージュとか淡い色を見ていくと色が、うんうん、色がじゃあ力が抜けて心も体も緩んでいくよっていう効果があるんですね、うん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 、じゃあ私の望んで好んで見てる淡い猫、うんうん、淡い猫ちゃん淡い赤ちゃんは私をこうリラックスさせる、うん、ほわって力を抜いてくれるのに、うん、あ好んで見てんねんなっていうところにつながりました、うんうん、なので皆さんもリラックスしたいときはそのインスタでほわほわのを見たもええねんけど、うん、実際でいくと、うん、ベージュのものとか、うん、ピンクベージュとか、うんうん、いやでしかも柔らかい肌身の、はいはいはい、肌身質感、質感布 の、ね、のものとかをちょっと持っておくと、うんうん、あのねふって力が抜ける、うん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 、なのでおすすめです、うん、でみんなちょっと力入るもんね。そうね、それはもう肌触りで言えばさ、うん、それはもうあの柔らかいやつの方が、うん、まあ、絶対ね気持ちが和らぐだろうし、硬いのも握っててねうわリラックスするわいうことないし、まあ、なんなら椅子とかがね、うん、いや硬ってなるそれで硬い椅子に座るのが、ね、あリラックスとは言わんならんから ね、 ねほわほわのなんでこの服とかそう、ね、もう緩いもん今日緩いもんねなんか、うん、結構でもこれあれじゃないの、あのなんだよ YouTube の時もこれ着てない。もうめっちゃ好きやねこの色味と、うん、このテロテロのテロね、テロって、うん、そうそうテロテロな感じ、ね、もうリラックスですね。リラックスですね、はい、ぜひ皆さんも参考になさってください。はい、マオラフの Facebook ページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ケイちゃんの情報、私の情報もあります。これまでに出ていただいた方のアーカイブもございますのでぜひご覧ください。インスタグラムはハッシュタグママラフで藤野ゆかの、アカウントからご覧いただきたいと思います。はい、ではまた来週お目にかかりましょう。さよなら。